僕はおでんくんって呼ばれてるんですけど、はい、熱々なプレーで、はい、チームを勝利に導きたいと思います。まあ、なんだかんだいろいろあった2年過去2年だったので、まあ、やったここに立ったというかすごいほっとした気持ちと嬉しい気持ちと、はい、いろんな感情がありました。楽しみしかないです、はい、不安とかはなく、はい、まあ、CS 出るずっと言ってて、ここが僕たちのゴールではないので、はい、もちろんてっぺん取るためにずっとレギュラーシーズン含めやってきているので、目標はもちろんてっぺんで、はい、改善です。チームをより完璧なものにしていくためにやっぱ改善っていうのは必要になってくるんですけど、まあ、自分たちの今までの試合だったりそういったものをどんどん改善していって、今やっと CS 出場っていう切符を手にすることができたと思うんで、これはもうシーズン当初からずっとヘッドコーチが言ってる言葉で、はい、いつもヘッドコーチは 1% の改善を前に続けていけば必ず成長できるというふうに言っているので、はい、僕たちの強みは改善だというふうに思います。レギュラーシーズンからここからのチャンピオンシップに向けてどんな点を改善していきたいと思います？なんていうんですかね、僕たちが負けている試合っていうのは相手に何かやられたというよりは自分たちの自滅の方が多くて、簡単なターンオーバー許したり、リバウンド取られすぎてしまったり、そういった負けがすごく多かったので、そこはまず改善しないといけない一つのポイントかなというふうに思います。そうですね、レギュラーシーズンは怪我とかもあり本当チームに迷惑もかけたと思います。でもこうやって、まあ、やっとこの場に立てたことは嬉しいですし、本当の意味でここからチームを勝たせられる選手になっていかなきゃいけないというふうに思うので、レギュラーシーズンより結果にこだわって、はい、戦いたいと思います。まあ、注目度はもちろんワールドカップへって上がっていると思いますし、日本のバスケ全然面白くないじゃないかみたいなことは決してないと思うので、すごいどんどんレベルも上がってきてますし、そういった試合、世界レベルの試合っていうのを日本でも見せられるんだぞっていう、そういったその頂点を決める、はい、大会だと思うので、どのチームも本当に必死にやってくると思うので、そういった意味ではすごい面白くて僕自身は本当に楽しみしかない大会かなというふうに思います。勝負曲はケンブラストさんのザ・トップです。最近車買ってよくドライブに行ってるんですけど、もともとニシャル D が好きで、はい、そういったユーロビートとかよく聴きながら、行くので、まあ、勝負曲、まあ、なんていうんですかね、車勝負してるところの映像がパッと流れて一気になんか逃走モードに入るじゃないですけど、そういった意味で聴いてます。昨シーズン本当に熾烈ななんていうんですかね、ロスター争いというか、はい、もうありましたし、それを経てワールドカップも経験させてもらったんですけど、自分自身決して満足のできる大会ではなかったですし、さらに成長した姿を見せたいというふうに思っています。でもそのワールドカップより激しいロスター争いになってくると思うので、まずは気持ちで負けないようにしっかりトムさんにもアピールしながら、はい、頑張りたいと思います。